何があった？おじいちゃん。おじいちゃんは1945年8月6日に何があったか話してくれんまま死んじゃった。こちらは被爆者の方から直接話が聞ける最後の世代だと言われとるんよ。じゃ、なかなか話してもらえんこともあるんよ。昔のことじゃけえかね。辛くて悲しいことじゃけえ。けど、思い出しとうないんかね。でもね、聞いとかんにゃいけん気がする。うちらが大人になって子供に伝えんといけんけえね。忘れちゃいけんことじゃけえ。